日本近畿地方大阪府堺市、西区大鳥ウィングス西区は、堺市を構成する七行政区のうちの一つ、堺市の西部に位置する。千北丘陵に源を発する石津川が、南から北方向に流れ、和田川、モズ川などと交流し、大阪湾に注いでいる。土地の起伏は緩やかで、低地が石津川に沿って存在し、その周辺が小さな丘になっている場所が多い。 海岸線に沿って、紀州街道や小栗街道が走り、浜寺や区の中心となる大鳥の市街地が形成されてきた。両街道に沿う南海本線と JR 阪和線の各駅を中心に住宅地が広がっているが、内陸部には農地も見られる。石津川沿いは古くから晒し産業が発達しており、現在も中区と共に堺市の主要産業の一つになっている。 臨海部は、堺仙北港及び、堺仙北臨海工業地帯の中核をなす、石槌地先の埋め立て地が広がっており、工業地の割合が比較的高い。堺仙北臨海工業地帯を中心に、重厚調大産業の大規模工場が集積している。現在は、新エネルギーの開発拠点にもなっており、木質系バイオマスから燃料用エタノールを製造する。 バイオエタノールジャパン、関西、関西電力堺太陽光発電所などが立地する。中核となるのは、西区役所がある、大鳥駅周辺地域であるが、その他地域にも商店街や、大型スーパーがある。JR 阪和線、大鳥駅堺市西区大鳥東町一町125番地中心となる駅、大鳥駅阪神高速4号湾岸線上石図、未散在古墳。 ありがとうございます。